はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、コーヒーが体に合っていない人の特徴ということですね、お届けしていきたいと思います。はい、まあね、これショート動画でもですね配信したんですけども、実はコーヒー飲みすぎるとですね、体に毒になる人が非常に多いらしいんですよ。これあんまり知られてないみたいなんですけども、僕も知らなかったんですね。で、僕もねコーヒーを結構飲む派なんですよね。1日3杯2杯から3杯飲むんですけども、飲んでリラックスすることはいいことなんですが、それよりも体の影響が勝ってしまう方はですね、要注意なんで、2杯飲んでるのを1杯にするとか、3杯飲んでるのを2杯にするとかですね、そういう形にですね、ちょっと切り替えていただけたらと思うんですけども、まずね、この該当する方ですね、ショート動画でもですね、お伝えしたんですけども、プラス、ショート動画で3つお伝えしたんですけども、プラスね、あと2つ、5つ紹介しますんでね、ぜひそういう方はですね、ちょっとコーヒーを飲むのをやめるんじゃなくて、飲むのを減らしていくっていうことをですね、意識してほしいと思います。で、まず1つ目がですね、貧血気味の人ですね。貧血気味の人はコーヒー飲みすぎるとですね、ちょっと良くない。注意してください。はい。で、2つ目がですね、肌が乾燥しやすい人。3つ目がですね、手足が冷えやすい人ですね。はい。こういう方も要注意です。で、4つ目がですね、髪の毛がですね、パサつく人ですね。パサつく人は要注意。あとはですね、年齢の割にシワがある人、見た目がですね、ちょっと人よりも、同じ年齢の同世代の方よりもシワが多い方はですね、要注意ってことなんですよ。で、これ何かというとですね、この共通点が何かっていうことなんですけども、これ血流不足なんですね。血流不足の症状でですね、貧血、乾燥、手足が冷えやすい、髪の毛がパサつく、年齢の割にシワが多い人っていうのはですね、これ血流不足の該当される方なんですね。で、これが何かというとですね、このコーヒーのですね、カフェインが原因となっております。このカフェインっていうのはですね、鉄、体の鉄の吸収の妨げになるんで、この血液の循環を悪くしてしまうんですよ。なので、貧血とかですね、この肌が乾燥してしまうんで、そういう方が気になる方はですね、コーヒーの飲む量をちょっと減らしてほしいと思います。で、別にね、気にならない方はいいんですけども、いや、それでもコーヒー飲む方が僕はいいんだ、私はいいんだっていう方はですね、鉄分を逆に増やすようなですね、サプリを飲むとかですね、鉄分を多く含んでいる、含有しているものですね、そういうものを食べていただいてコーヒーを飲むっていうのがですね、一番の、その老化予防にならないっていう方法なんで、まあ、そこまでするんであればコーヒーをちょっとね減らす、気持ちちょっと減らすとかいう形のものですね、この日常生活ストレスがないのかなって僕は思います。で、やっぱりですね、そのコーヒーの代わりに飲むっていうことでおすすめするのであれば、ほうじ茶とか麦茶をちょっと飲むとかですね、そういうものに少しでもちょっと切り替えていただけるとですね、この体のですね、この血流不足の方はですね、なるべくコーヒーを飲む量を控えてくださいっていうですね、僕のですね、この自分の勉強になったことをですね、ちょっとアウトプットさせていただきました。まあ、僕もですね、やっぱりちょっと気になるんで、ちょっとね、飲む量を控えようかなと思ってますので、ぜひよかったらですね、そういうのも、一度考えてみてください。はい、まあ、これでですね、今日も終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。僕はですね、単なるセルフケアだけお届けするのではなくて、老化予防や美容に関するアイデアとかヒントをですね、お届けしております。その中でもですね、こちらの炭酸生態スプレーを使ったですね、セルフケアをお届けしているんですけども、僕の施術理論にもあるんですね、血液循環を良くするっていうところがですね、最大のポイントとなっております。血液循環が良くなれば、痛みが取れたり、シミが消えたり、たるみが消えたりとですね、血液循環を良くするとですね、ほとんどの症状が解消すると思っております。またですね、こちらの炭酸生態スプレーをですね、使われてない方はぜひ一度試してほしいと思うんですけども、たくさんの方がですね、使っていただいて本当にありがとうございます。これからもですね、楽しんで学べるような動画を配信していきたいと思いますので、ぜひよかったらですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またですね、僕の LINE 公式アカウントの方でもですね、質問であったりとか相談を受けたまってますので、ぜひ一度そちらの方もですね、登録してみてください。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。